ステートアマトは主にアメリカ合衆国や西ヨーロッパなどの資本主義国側から見てソビエト連邦や東ヨーロッパなどのかつてのソ連型社会主義国や日本でプロフェッショナルとして一個人で報酬を得ない代わりに国家から報酬物質的援助身分保障をされ競技に専念できる環境を整えられたスポーツ選手を指した言葉 共産主義政党の一党独裁であったソ連や東ドイツ、中華人民共和国などの東側諸国では国威公用の名の下、有望な選手を各地から発掘し家族の身分を保障する代わりに幼少期より国家が運営する学校とトレーニングセンターが併設されたスポーツ施設で育てオリンピックや世界選手権などの国際舞台で優秀な成績を取るべく国家による 徹底的な管理と要請が行われた。管理や要請の過程では年齢に合わせた学校教育より、スポーツで優秀な成績を収めることが優先され、倫理観やスポーツマンシップは全く重視されず、元卓球世界チャンピオンの消息旨によれば、中華人民共和国の選手同士の対戦となった場合には、他国の選手に手の内を明かすことのないよう上層部から、どちらの選手に、 勝利させるか指令が下ったという。ただし何里指令は、この指令を無視して中華人民共和国の選手同士の試合を制して優勝している。またドーピングなどの倫理に反する行為が半ば、正当化され、当たり前に行われていた。旧東ドイツでは、女子のステートアマ選手の顔に、ゲが生えた事例がある。これはドーピングによりホルモンのバランスが崩れ、 男性ホルモンが分泌されるようになったからだと考えられている。また、インタビューの際の言動が、イデオロギーに適合するものかチェックされたりするほか、恋愛の自由なども制限されると、国家から肉体、精神面で徹底的な管理を受けるため、ナディア・コマネチなど、個人の自由を求めて、西側諸国へ亡命するケースもあった。 ソ連ではチェスにおいてもステートアーマーに類似した体制が整っており、各地から選抜された年少者が国立のチェス学校でトレーニングを受け、世界選手権をはじめとした大会を設計した。上位選手は西側諸国に招待され対局指導をするなど、国威公用としての活動だけでなく、大会賞金や西側で翻訳された著書の印税により外科獲得も行っていた。 現在は、ソビエト連邦の崩壊や東欧革命によるソ連型、社会主義権の解体、資本主義経済の一部導入やオリンピックのプロ化などにより、中国や北朝鮮、キューバなどを除くほとんどの国では、死後となった。スポーツ施設などその多くは閉鎖されるか、運営費がなくなったり減らされたりした。そのため東側諸国のステートアマの中には、施設や、 報酬の面で恵まれた西側諸国でプレーすることを望み、祖国を出る者も現れた。大相撲に所属していた、露ク白露山兄弟の父親は、旧ソ連ロシア連邦のアマチュアレスリングのステートアマを育成していた教官であった。日本でも自衛隊、警視庁、道府県警察、航空警察、国立大学、日本電信電話公社、日本国有鉄道、 日本専売公社、日本道路公団、中央系和会などを所属とするステートアマのスポーツ選手が多い。日本では他に企業アマと呼ばれるステートアマと同様偽装アマと捉えられるスポーツ選手も多い。中にはプライドなどの格闘技団体に所属することを選んだりした者がいる。ありがとうございます。